はい、ということで2本終わりました、はい、お久しぶりオカルトシューナイト、はい、そして僕は教えて都市伝説の芸能人霊感あるやつ誰だ的な話でございましたけどもね、うん、その中でさっきあの言ってた霊能者は目が悪い人が多いって話あるじゃないですか、うん、でそれをまあちょっと本当にねもう今日目が悪い、うん、キンキンなんですけれども、うん、片目が全く機能してない、うん、要はあの失明してしまっている霊能者の方とちょっとお会いさせてもらう機会があって、うん、今日会ってきたんですよ、うん、その人にちょうど同じ話を聞いて、ちょうど同じ話、目が、まあ、俺もほんま聞くの頭おかしいって言われましたけど、その霊能者ね、うん、霊能者って目見えない人多いっすよねって言ったんですよ。ぶしつけだね、うんうん、って言ったらすごく面白い質問ですけど、うん、言わない方がいいよ、うん、分かるんだよって言って、うん、君がものすごいそういうあの知りたい欲が強すぎて、うん、失礼だけど聞いた方がいいのかどうなのかなって悩んでる感を僕は見ていたと、うん、だからすごい聞きたいな、何か聞きたいことがあるんだろうなって思ったのを俺知ってたと、うん、ただあのその欲が強すぎて聞き方に愛がないって言われて、なんか霊能者って目悪い人多いっすよね、そこら辺なんかあるんすかって言ったらあるにはあると、つくわやっぱり、うん、そのインタビューはムカつくもん、あるにはあるとやっぱり、うん、あのね霊見るときって自分が、うん、あの何も考えてないときなんですって、うん、要は頭が真っ白な状態で霊を見るぞ見るぞ見るぞっていう人は見えないって言ってた。ほう、うん、あの弱い人ね、弱い人、霊力がない人、ああ、うん、そのプロとしてやってないというか、うん、そう、あの切り替えて見ようと思って見える人はもう完全にその、うん、まあ、あの道の人なんですけども、うん、そうだよね、うん、あの見える時と見えない時でちゃんとチャンネルを変えられない方っていうのはあの自分が何も意識してない時に見てしまうんですって。なるほど、自然体というか、うん、あの時の方が見える。だから、うん、あの霊、まあ、心霊スポットとか行った時にね、うん、あの行くぞって言って、うん、行くけども見えない人が多いと。でも、うん、行くぞって言って何もなかったね、じゃあ帰ろうかって言ってる時に見てる人多いと。ああちょっとふと一息ついてというか、その時はあの要はあの神経が尖ってなくって、うん、もう何も考えてない状態だからあの見てしまうんですって。なるほどね、うん、尖っていると相手もビビってて寄ってこないと、霊も、うんうん、だけれども何も感じないふっとなった時にふとした隙間に現れるんですって、霊って。なるほど、うん、いやなんか俺はその階段とかのさ、うん、作りで、うん、やっぱそのふっと抜けた時に出てきた方が効果的だから出やすいのかなと思ってた。一番最初の階段はほんまに見た人なんじゃないっていうことだよね。そういう、うん、そうなのかなって思ったわ今。だからその時も言ったんですけど、うん、いや一番じゃあ最初の階段っていうのは本当にそういうことを体験した人、うん、要は岸本さんが言うように構成としてってことじゃなくて、面白いからじゃなくて本当なんすねって話したら、うん、いやそういうことなんだよねって言って、うん、で目があの見えなくなっている人とか目が悪い人が多いっていうのもちょっと言うね、うん、けど、うんうん、目が見えないと、うん、あの例えば左目が見えないとね、うん、例えばですよ、うん、左目が見えないと左目には神経がないから、うん、何も集中できないんですって、うんうん、要は右目で見るからものをね、うんうんうん、左目って見えないじゃないですか。見えない。だから左は集中してないんですって、うん、いや見ようと思ってないから。あ、なるほど、右目でしたね。自然、そう、常に自然体になると。だから常に左に何かいるんですって。おー、だからこ の, ほうほうほう、あの何も考えてない方の左に集まるって、霊は、うんうん、見えない方のね、うんうん、だからあの見えないんだけれども左目はね、うんうん、何か目の前にいるのはあの見えないはずの目は感じてるっつって、うんうん、目では見えてないけれども、うんうん、何かいるっていうのはビンビン感じるらしくんですよ、うんうん、目玉が ね, なるほどね、何も見えない。だけど右では見えないっつって、それはもうちゃんと日常生活で使おうとして神経尖らせてるからだと、うん、というのもあるし、うん、何も感じないから、要はあの普通にふとなってる瞬間って疲れたなとかっていう時とかじゃないですか、うんうん、でもその目が見えてない人っていうのは常に左をオフにしてるんですよ。うん、まあ、まあ分かるよ、それは半身を尖らせてるから、うん、だってオンにしようがないからね。そうそう、オンにしようがないからね、うん、だからあの目が悪い人っていうのはこの左のオフの部分にむちゃくちゃ霊が集まるからいるんですって、うん、だから霊感強くなっていくって言ってた。オフの部分があるから体に。なるほどね、うん、そ、じゃあそれはある種オフにできる人がいれば、
そうできるんだ、そのそう目が見えていてもねってことだよね。そう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 、うん、オフにできる人っていうのはね。で霊感があったりすると、うん、霊が体の中にあの入っているのにも気づかない人が多いんですって。吉本さんにも今もしかしたら霊が入ってるかもしれない、うんうん、だけども霊感があの強すぎたりとかしてないから気づかないだけ、うん、それ守護霊でもある、うんうん、守護霊だったりとか、まあ、霊が体的なことでもあると、そう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 、うん、あるし入ってても気づかないんです。悪霊だとなんか体悪くなるから気づかもしれないけれども、まあ、何かしらね影響ありそう、守護霊とかいいもんでもいいけれども入ってても気づかないんですって、うんね、うん、だけれどもあの気づく、うん、人とかっているじゃないですか、うん、でもあなんか今なんか入ったな、今来ましたねとかね、なんか入ったなとかね、うん、言うよね、うん、だからオフにできる人、うん、常にオフにできる人っていうのはあの小さい頃からオフにできる人だから、自分何か入ってるかってちっちゃい頃からもうずっと習慣づいてるから分かるんですって。なるほど、今なんか経験値としてあるんだ、それ今なんか入ったぞっ感覚的に、うんうん、だからそれは見たらすぐ分かるって言った。あ、オフにできる人だみたいな、体をね、うんうん、リセットというか、うん、頭を切り替える人だ。じゃあ子供がよく霊見るみたいなのもそういうことなのかもね、うん、だからその自然体で常にいるし、そうそう、知識がないから、ね、何か考えたり詮索したりしないから、ね、変な考え方しないもんね。そうそうそう、自然体だからもしかしたら入っちゃうのとかがね、見えたりとかするのかもしれないですよね。うーん、って話をしていて、だからあのどこか体を欠損していたりだとか目が見えない人がそういうのが多いっていうのは、うん、オフの状態の場所が常にあるから見られるんだよと、ね、なるほど、うんうんうん、面白い話だなと思って、それは、うん、なんとなく腑に落ちるかな。そうなんですよ、まあ俺はちょっとね、うん、持ってないから分かんないけども、まあね、で除霊する時とかってものすごい金がかかるなとかって思ったりするじゃないですか、うん、まあ人によっちゃもう何十万とか、そうだよ、うん、それの高い低いってちゃんとした理由があるんですって、うん、値段設定、値段設定、うん、それを払い方なんですって、うん、あのあれですよ、ほんまぼったくりとか詐欺とかなしにしてね、あほんまに良心的な、うん、ほんまに払える人で、うん、中であの高い低いっていうのはあって、テレビに出てる人は あ, あれはあのその場で払える人、うんうん、ヘイとか背中パンパンって叩いて、うん、その体に入ってる人の中から悪霊なり霊なりを、まあ、取り払えると、取り払える人、それパワータイプ、うん、パワータイプって言ってんだ。まあ、そういう人言ってないけれども、まあ、パワータイプですよ。だって首根っこ掴んでベーッと引っ張ってんだから、うんうん、まあまあその場でできるってね、うん、そう、それはもうパワータイプの払い方、うん、払い方。でもそれをしてしまうと、うん、霊も傷つくんですって。要は成仏できなくなってしまうかもしれない、無理やり引っぺがしてるから。なるほどね、うんうんうん、傷ついちゃうんですって霊もね、うんうん、だから、成仏できないかもしれない。霊にはじゃあちょっと優しくない、うん、やり方。だからほんまに霊のことを考えてる、うん、テレビにあんまり出ないような霊能者はそれを推奨してないと、うんうん、傷つけちゃうから、うん、だからどうすんの、高い人ね、値段が、うん、要は低い人は引っ張り出すタイプ、あそっちの方が安いの、引っ張り出すタイプが安い、うん、高い人は何なの、あまり要は道具を使わないから、えいっ叩いたりとか、うん、なんか祭壇みたいなの作ってね、うん、でそこで祈祷したりとか、祈祷して、出てくるのを待って、うん、出てきそうになったらまた「えい!」って言って、うん、ビンデコ掴んでパッて引っ張るから、うん、だからお金かかんない、お金、もうお金かかんないんだ、お金あんまりかかんない、かかる人もいるけれども、うん、まあ、かかない人が多いと、うん、同じ能力だったらね全員が、うんうん、でじゃあかかる人はなんだって思いますよね、うん、それ自分の中言えちゃうんですって悪霊を。あ、取り込むんだ。そうだから生活できなくなるんです、うん、数ヶ月、ああ、はあ、何もできなくなるんですって、はあはあ、体入れちゃって自分の体の中で除霊していくのって、あの徐々に塩を飲んで、うんうんうん、だから自分の中を塩風呂みたいにするんですよ、うんうん、塩飲んで、でそのまま飯も食わないで、うん、塩水うわー飲んでしょんべんしてうんこして、うんうん、もう悪いものを出すんですって、少しずつ少しずついっぺんには出ないって言ってた、ね、うんうん、で悪いもの全部体から出すんですけど、うん、その間肉も食えないんですって、肉食ったらダメなんですって、うんうん、中の霊が、まあ、分かるよ、なんとなく悪そうだよ、力つけちゃうんですって肉は、生物の命ですから、生き物だからね、生きてる時に口にしてるものを自分が食っちゃうと、うん、中のもんがご褒美だとかって思っちゃって、うん、体の中の悪霊が強くなっちゃうんですって、うんうん、あと、空っぽにした方がいいってじゃないですか、うん、その肉を食っちゃったりすると、うん、五感がものすごい鋭くなって、うん、食べた人がね、うんうん、なんかいろいろ考えちゃうんですって、だから空っぽにできないっつって、
霊を入れてる、より代にしてるから空っぽになきゃいけないんです。ちょっとあるし欲の部分もあるしね。そうそう、うん、で自分が肉食って、例えばですけど肉食って五感ピーンってなって、うん、空っぽじゃなくなってその霊が出たらまた戻っちゃうんですって。そのひっぺがしたじゃないけれども、うん、元にいたところにね、うん、だからまあ、そのある人はそのタイプで、もう毎日入れたら塩水飲んでしょんべんして塩風呂入って朝から、その生活きついな、朝からマントラって言って出たんですけど、ずっと唱えて、ああ唱えて、で何時間かに1回また塩水飲んで、それを朝6時ぐらいに起きて夜9時まで毎日やるっつってきついな。でそれを1週間なり2週間なり分かんないけどもね、調査によるから、それをもうずっとと続けるから、終わるまでそれだけのお金はいただかないと生活できないんですよ私らも、って言って、その間働けないから、まあ、その間ね何もできないもんね、うん、働けないから、うん、でもテレビに出てる人も稀にそういう人がいて、うん、この人このテレビ出たな、あれでも数ヶ月全く出んなったな、あでもまた出たな、うん、っていう人はそのタイプって言ってた。えじゃあその、うん、その場で入れてるんだ、る自分に入れてる、で後々もそれは言わずに持って帰って、うわーって飲んでしょんべんしてマントラ唱えて、うわー超きついじゃんそれ。だから数ヶ月に1回しか出ないような、出ないような人は霊能者はそういうタイプか、ただに腕ねえやつって言ってましたね。分かんないどっちかって見ても分かんないって、その人は僕が力がないかもしれない。それってさ、そうそう、霊能者同士で分かんねえもんなのかなって思うんだよね、うん、その人自身はなんかね、僕はあのこれ分かりますかって言われて全部分かるっていう霊能者は、うん、拍手あんま良くなくてうさんくさいと思うんだよね、うん、信用できないっていう。それっていうのはここなんかいますかって言われていますねっていう人は、うん、ちょっとあんまり信用できなくって、うん、みたいな。霊を見ることはできるんだけれども、うん、あの霊にも気づかれるんですって、いますねなんて言っちゃうと、うんうん、だそういうのは霊を敏感にさせるからあんまり良くないと思うんですよね、みたいな。お互い警戒状態になるじゃんってことね。だから、うん、私がいつもやってる方法は、霊いますかって言われたら、ちょっとまだ分かりませんね、奥まで吸いましょうって言い方しかできないって言って。なるほどね。いるかもしれません。あえて、その、あっちも分かんない感じに合わせとくというか。そうなんですよ。ナイス、フェイクみたいな。霊にもね、リーダーとかいるんですって、その、墓地だったら、墓地のリーダー。あ、いっぱいいるところはね。心霊スポットのリーダーがいるんですって。で、霊いますね。言っちゃったら、うん、なんか変な人間入ってきた、荒らされると思ってリーダーすぐ来るんですって。なるほど。でめちゃめちゃ強いやつが悪いんですって。例えばですけれども、ホテルとかあったらそこで昇進者で亡くなったオーナーとか、うん、分かんないけど、ね、リーダーか分かんないけども、でその時の営業してる時のリーダーか分かんないけども、はいはいはい、分かんない、もう霊体になったらもしかしたら一番下っ端のやつがリーダーなのかもしれないし、まあ、ね、分かんないけども、いやでもそれはもう分かんない、うん、カラーギャングと一緒でやっぱボスが出てきたら強いわけですから、うん、ボスが出てきたら、うん、もうそれも大体悪霊だから、うん、だってそんなやつらを従えてるんだからむちゃくちゃ悪なると体で、うん、でそれがもし芸能人とか、あ、タレントさんとかにファッと入ってしまったら責任取れないか、私は申し訳ないけれども面白くないって言われるかもしれないけれども、うん、そこにいるなんていうのは簡単に言えないと来ちゃうから。なるほどね、窪塚が、ね、うん、何やってんの来ちゃうから、ね、キングが来ちゃうから、ね、キングが、ね、それは怖いね、うん、仲間入れてよって来ちゃうから、それも怖いからちょっとダメやばい方それはダメで、その人は体に入れるタイプで、それでも そんな効率悪いので生活できんのかね、うん、だからめちゃめちゃ辛いって言ってましたよねえ、うん、でその人そこまでしたいと思うのかな、結構売れっ子で、体に入れて抜いては次の現場、体に入れて抜いては次の現場ってあるから、うん、だん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 、要はあの入れ物器も一緒ですけど、うん、あのどん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 汚れていくんですよ体がね。ああ残っちゃうんだ、うんうん、残っちゃうんです、あの残留思念という言い方したんだけれども、はい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 、残っちゃうんですって、うん、でそれがもう染みみたいになっていくと体の中で、ああ、うん、コップとかで一緒だね、そうそう、マグカップとかどんだけ磨いても取れない、茶渋が取れないみたいなになっちゃうんですって、うん、だからその人は毎年かな何年かに1回インドに行って、うん、インドで1ヶ月修行するって言ってた、うん、洗い流すというか、そうそうそう、漂白するんだ。でそこでやる修行っていうのが、うん、もう豆と野菜しか食べない生活で毎日ね、あ、まあでも、うん、あっちの修行僧みたいな感じの生活するんだ。あの川に浸かって、あの油を塗った、あの布、長い布を口の中から入れるんですって、うん、ああ見たことある、ね、うんうん、そう口の中入れてでベッて引っ張り出して、うん、で全部出すみたいなやるんだ、のをもう朝から晩まで延々やらされて、うん、でなおかつやらされてってお前、まあまあまあ、自分で言ってんだもんドラね、うん、そういうのはまあことをずっと朝からまでやるって言ってた、はい、うん、そうでもしないと僕らのような、まあ、入れ込むタイプ、中で浄化するタイプはどんどん汚れていくから
ちょっとそういうことするんだ。それ汚れ切ったらどうなっちゃうんだろうね。汚れ切ったら来るんですって。来るんだ、発狂なんだ、もう変になるって。はい、そういう人何人も見てきたって。で呪い殺されて、うん、もう要は免疫というか、まあ言えばそのインフルエンザの予防みたいなもんで、うん、予防がないと入ってきたらすぐ侵されるじゃないですか、うんうん、だからもうそういう状態、いや予防がない状態だから、うん、インフルエンザというか、まあ、霊に入られたらすぐ体おかしくなっちゃうんですって。ガラガラガラって震えて、うんうん、で死に至る人もいるから、ちゃんと要はそのインドなり行って修行して体の中をきれいにしないと、うんうん、もうダメ。亡くなってる人を見てきたって、だから俺はやってる、ね、次来る相手がねどれくらいのレベルかも分かんないもんね。そうそうそう、だからそういう何ていうんですかね、除霊系の番組とかが入った時は、うん、もう朝4時5時ぐらいに起きて、うん、頭水冷水みたいなやつかけて、冷水ぶっかけて、うん、108回かけて、煩悩の数、うん、108ぶっかけて頭にね、うん、水で頭からまあ思考なくして空っぽに。うんして、うん、何かあった時のために入れられるように空っぽにしていくって言ってた、綺麗にして。へえ。だから怖っと思ってで、うん、まあ今日そういう現場だったんで、うん、今日どうでした、入れてるんですかって言ったら、いや今日は入れてないって言ってて、うん、あ今日はいなかったんですかって言ったら、うん、いやむちゃくちゃいたんだけど、うん、あのそこに市松人形たくさんあったと、うんうんうん、そういう現場だったんですよ、うんうん、市松人形にものすごい入っていて、あ人型だから、はいはいはい、こっちには来なかったねって言ってて、まあ、ちょっと身代わりみたいなね、そうそうそう、使い方するっていうのもあるもんね。だから人形はあの心霊スポットとか行くときに、うん、市松人形とか人型何か持っていくのもいいかもしれない。そっちに入られるから、ね、うんうんうん、なんかね紙で作ったねやつとか、うん、やっぱいいって言うもんね、うんうん、っていうのをちょっと聞いて今日すごい勉強になった、興味深いね、うん、それはね。ただちょっと興味深すぎて、うん、むっちゃ聞きすぎて、うん、やっぱり案の定惹かれる、うん、え何になりたいのいや何になりたいとかじゃなくて本当に好きで興味あって、いや分かる分かる、聞くよね、うん、それ一個ずつやっぱ聞きたいところ出てきちゃうもんね。本当もっと聞いたんですよ、うん、で共演者の人もあの聞いてて、あ引いてて、うんうん、なんかその聞くみたいな、うん、なんかあったそういう空気じゃねえぞっていう感じだったんだ、うん、そうそうむちゃくちゃ聞きすぎてそう、あの番組終わりで、まあ、あるちょっと収録のようにお邪魔させていただいて、うん、あのそんなに番組内では活躍できなかったくせに、うん、あの3時間ぐらい粘って話聞くっていう帰らせないそこで活躍したっていうね、活躍じゃねえよな、それは活躍って言わねえか、まあまあ、そんな番組ちょっとね後で、うん、後でというか、まあ、今度またまあなんかね、はい、あれば、まあ、詳細はまあ動くしますけれども、うん、まあ楽屋ではまあ結構僕活躍しましたよ、うん、みんなが聞きたいけど聞けないことを、聞けないことバンバン聞いていって、うん、飲んでりかしそれそれみたいな感じで聞いていきましたよ、へえ、うん、そうそう、芸能者ね、まあまあでも、うん、そっか、面白かったですよ、そういう理論で、じゃあ、うん、目が悪いとか、うん、目でなんか怪我して能力目覚めるみたいなのはあるんだ、うん、あると言ってましたよ、うん、あるって言ってました。どうなんだ、人によるのかな、やっぱ何がですか、それもだって、あその体欠損して霊力が、うん、っていうことは別にさ、うん、いっぱいいるわけじゃない世の中、いるいる、でもそういう人全員が全員目覚めるとかっていうことでもないわけでしょ、うんうん、そういうことではないと思いますね。だからどうなんだろうね、やっぱあるのかね、もともとのやっぱりセンスみたいなものが、あの前何で取り上げたか忘れましたけど、うん、悪党の子は悪党だみたいな話したじゃないですか、うん、あの全然殺人鬼の息子は殺人鬼になりやすいとか、子が自分の親を殺人鬼と知らんのにむちゃくちゃ殺人を犯してて、うん、で DNA 調べたら実はある殺人鬼の息子だったみたいな話を確かどっかでしたんすよ、うん、どうだったかな、お台場かな、うん、うん、でしたんですよ、うん、でその話をまあ知ってて僕もね、うん、でまあ何かその話の流れで悪党の子は悪党ですよねって話したら、やっぱり魂が汚れてるから、うん、その魂を引き継ぐんですって、息子娘っていうのは、ほう、うん、お母さんの魂の、まあ、半分と、うん、お父さんの魂のハイブリッドなんですよ、うんうん、魂もね、うん、削るとかって意味じゃなくて、そのまま受け継いでいくんですけれども、うんうん、だからあの魂も汚れてる人の息子娘は汚れてるって、でそっからすごいいい行いをして綺麗にしていく人もいるけれど、マイナスからのスタートだから、うん、やっぱりそのまま汚れていてどん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 汚くしていく人も多いって言ってた、うんうん、単純にね統計的にも多分あの
俺結構殺人鬼とかのよく見るけどさ、ね、あの、うん、漏れなく殺人犯とは言わないけど、うん、親やっぱり、まあねね、虐待してたりとかの確率がめちゃくちゃ高いから、まあ、育ちじゃねえとは思ったけども、そうだから環境と、うん、そうそう、その2つあると思うけどね、うんうん、思いましたけど育ちだろうって思いましたけどまあでもその魂っていうのも一つ原因としてあるんだよっていうような、うん、なるほどね、うん、言われました。引き継ぐんだ。ある、また別の霊能者なんですけど、うん、あのその人の魂が綺麗かどうかっていうのが分かるっていう人がいたんですよ。あ、それ知りたいね。面白いですよ、うん、それ面白いですよ。で見てほしいわ。で、ね、僕がねその23子かな、うん、23子の時に見てもらったんですよ、うん、その人はあの前世も見えるみたいな方、うんうん、で今期も分かるみたいな方なんですよ、うんうん。まあ、根気分かるっていうのはうさんくせえなと思ったんですけど、うん、まあ、魂綺麗かどうかってやっぱ木本さんみたいに気になるなって僕も思ってて当時、うんうん、で聞いたんですよ、うん、あの魂僕綺麗ですかねみたいな、うん、そこに熊田陽子とかたくさんいたのに熊田陽子よりも先に聞いたんですよ僕、うん、いやいいじゃん別にそれは、いやそこは気使わなくていいでしょ、何それみたいな、熊田陽子とかね、うん、言ってはいたんだ、みたいな言ってて、でも聞きたいけれども聞いていいのかどうかみたいな、 誰がね最初に芝居を打ったみたいなあるある、本当は聞きたいんだけれどもあるね、それどうしようどうしよう、気軽に聞いていいものかってことでしょ、熊田さんどうぞ、あの、うん、聞いてみてくださいよって言ってて、うん、いや言われ待ちだなんて言われ待ち、どうしようって言ってる時に、うん、僕の魂ってどうすか、いやお前誰だよってね、そうそうそうまず誰だよお前は、空気読めずにね、うん、だけどももうその人鹿児島の方なんで、確か九州鹿児島だったんですけど、うん、でそのとこだったからも会いに行けないからね、簡単なかなかね、うん、だからもうどうしても聞きたくって熊田陽子の目の前にブッと出て、うん、肩入れて、僕の魂どうすか、キレすかって言ったら、うん、君のは見えないって言われたんですよ。見えない見えないって言われて、見えないってなんだよ。バンバンそれまでスタッフさんの言ってたんだ、他の人には汚いとか綺麗とか言って、汚いって言われたらきついな。そう、聞きに来る人、僕の魂どうですかって聞きに来る人ってたくさんそこいたんですけど、うん、本当に聞きたいっていう気持ち、気持ちと怖いなって気持ちがあると、うん、でその聞きたい気持ちって邪魔なんです、好奇心って、うん、だから怖いなっていう気持ちの方の人の方がいいんだ、まあ、その隙間を縫っていって見るんですって怖いって気持ちあるかな、うん、ちょっと見られるの怖いじゃないですか。あ、そういうことか、とか本当かなとか疑心感とか、うん、好奇心しかないけどな、好奇心が一番邪魔なんです、じゃだそうなるけどな、うんうん、でもそのあれですよ、それ一色じゃないと、うん、要は怖い、まあまあ何個かの気持ちがあるよね、好奇心が要は8割であっても、うん、君は好奇心10割だから君が悪いって言われて、うん、僕らは見てもらえてなかったですね。じゃあ分からずじまいの、分からない、分からない、見えない、うわ、心を入れ替えてもう一回聞けばいいんじゃない、超つれ、本当に超辛かった、見えないって言われてめっちゃ笑われて、うん、熊田陽子にはなんか、うん、あ、私のって言われるし、うん、熊田陽子は汚れてた、汚いって言われて、なんかあれらしいですよ、人に見てもらう仕事っていうのは、うん、人に魂をちょっとずつ取られてるから汚くなっていくって言ってました、うん、その人は、うん、人前に出るような仕事するような人は、だからあの人前に出るような仕事の人はなんか温泉好きになったりだとか、うん、神社参ったりするの好きになったりとか、そういうのは無意識なんですけど、無自覚でそういう自分ちょっと汚れてるところをきれいにしていこうと思ってそういうの行くんですって、うん、まあね、うん、芸能人なんで狂ってないとできないからな、まあ、狂ってないとできないですからね、うん、そうそう、だから好奇心ありすぎるっていうのも、なるほどね、あんまよろしくないんですよね。それでも普通に好奇心の方が多くなるけどな、うん、だから10割じゃダメなんですって、ほう、うん、聞きたいって気持ちだけじゃダメって言われて、怖いとは思わないけどね、うん、そういうのばっかりなんですよ、なんか霊感がないから意味ないとか、うん、肩もまれて終わるとか肩凝ってんね、もしなんかお前の聞き方が悪いんじゃない、ちゃんと休んだ方がいいんじゃない、なんか感じが悪いんだよ。いや感じ悪くない。ずっとワクワクしながら目ギラギラ。だからそれが嫌なんだよ、なんか。魂。うるせえなって思うんだよ。でも今日、うん、初めてまあちょっと霊が見える人と、まあ、初めてですか。いやいや、まあまあ、僕の体験としてね、うん、初めてその人にあること言われたんですよ。あること。あること言われて、うん、それあなたは、うん、あのガキがついてます。おお。ガキ、あのお腹ポッコリのお腹ポッコリで手足細い、うん、腹で出るやつ、うん、あの一番低級の鬼みたいなやつ、うん、雑魚中の雑魚みたいなやつがつい、うん、2匹ついてると、うん、言われたんですよ、うん、で前
なんかね、手相かなんかの占い師にも、うん、あ君はあのガキついてるよって言われて、うん、バカいじじいこらと思ってたんですけど、な、うん、めんなと、なめんなと、うん、息ついてるよって言われて、うん、うるせえわと思ったけど、その人も言ってたんで、うん、ほんまについてるかもしれないガキ、まあね、何パーかでそういうの言われるんであれば、うん、そうそう、うん、でこれいいんですかガキってって言ったら、よくはないんでしょ、あんまり見ないと、うん、ガキしかも2匹もうついてるので、うん、あんまり見ないけれども、ガキっていうのはやっぱりあれもずっと腹すかせてると、うん、ね、飢えてるんだよね、飢えてて、もう出したもん全部食いまくるんですって、うん、むちゃくちゃ、ね、そうだよね、だから君好奇心すごいんだよ、いやしい感じだよね、そういやしいと、うん、だからすごいんだよと好奇心が、うん、だから止めらんないんだよって、うん、だけどもむさぼってるんだ、そうだけども、そのあの人のテーブルにあるもんまで食べちゃダメだよねって言われて、うん、好奇心でね、うん、そこ気をつけろって言われてました。なんか、うん、それ邪魔するときあるよ、うん、人っつって気をつけろって言われて、お前俺の何しとんねんと思って、うん、いやでもそれでちょっと僕は腑に落ちたわ、え、うん、ガキ2匹ついてるよ、ガキ2匹ついてるらしいです、うん、俺霊能力ないけど、うん、ついてるのは分かる、ガキになってるよ、はい、お前も頑張っていこうぜトリオでトリオで、トリオで頑張っていただいてね、うん、4人でねいや俺ガチじゃないからね、うん、そうそうらしいです、はいはい、だから見てもらった方がいいですよ、面白いですよそういうの、そうね、うん、いや俺もだから、うん、そのなんていうの、あんた霊能者扱うやつやってるでしょ、だって、うん、そこで見てもらいいよ、いやだからもう、うん、霊能者にぶち切れまくってるから俺、なんで、もう役立たずすぎて、うん、でもそれで、うん、そのスタンスがもうすでにあるから、うん、多分ね俺が切れてんの分かってんじゃないかなって思って、うん、その人紹介しましょうかね、うちゃんとしてる人にマジで会いたい、だからすごい人、うん、本当にちょっと紹介する、俺の中で自分が納得できる能力がある人に会ってみたい、うん、面白い話してましたよ、ツイッターやってる霊能者は嘘だっつったそれは分かる気するな、うん、嘘だからっつって、そんな簡単に霊能者って言って、あの要はあの負でもないけれど、まあ、何かそ冗長させるようなことはしないと霊能者は、うん、であの写真パーンと送られているだろ結構写真パーン送られて、写真パーン送られて、いやこの写真に写ってるこの幽霊ってどうなんですか、うん、って言われたりとかってあるっつって、うん、そんなん答えてるやつはもうダメでしょ、ね、っつってて、霊能者リツイートしないよ、うん、そうそうそう、でその心霊写真もね面白い話聞けて、うんうん、あの作ったやつあるじゃないですか、合成、合成とか、うん、合成もあの人間の騙してやろうって悪意があるから、うん、分かんねえっつうの、霊の悪意なんか、うん、作ったやつの騙してやろうって悪意なんかがもう分からんくて、うん、悪意で見るんだ、うん、悪意で見るって言って、なんか俺聞いたので言うとさ、うん、その合成写真で作ったんだけど、うんうん、それで作ったのとは違うところに違うなんていうの、心霊のものみたいのが映っちゃって、うん、なんか聞くね、うん、だからある種本物というか、うん、意図してなかった部分で本物が出てきちゃうみたいなのを聞いたけど、うん、なんか悪意で見るから、うん、その人はだからその作り手が悪意を持っていたら、そういうことなのかね、それ、 それが引き寄せるとか、ね、申し訳ないけれども僕は心霊写真を見ただけで、ここに霊いますよ、ここに霊いますよとはピンポイントには答えられないから、力ないのかもしれないけれども、まあ、お答えはできないですね、そんな簡単には、うんうんうん、これどういうところで撮って、どういう経緯でとか、どういう経緯でとか、あ、まあ、どういう土地でとか全部聞かないと私はお答えできないから申し訳ないけれども、うん、って言ってましたね、簡単にパン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 答える人はあんま信用できないな、それがすごい力強いこと、力だと思う。でもそれね、俺もちょっと学習したところがあって、うんうん、まあ、散々その霊能者の人に話を聞くタイミングがあったんだけど、はいはい、うん、何でも何聞いても返す刀でできますっていうやつはマジで何にもできないね、誰って今あれだけど、うん、まあまあダメだね、そうか、うん、使えねえわ本当、腹立つわ、ね、うん、いますからね、ほんまに、ああお金のためなんだなっていう人ってすぐ分かるじゃないですか。俺さ、そう、それと一個思ってんのは、うん、霊能者って、うん、そのできなかった時にお金取るんだよ、うん、ああ取りますね、それっておかしくねって思っちゃうんだけど、まあ、それに使った費用じゃないですか、いやなんかその、うん、交通費、俺の中では その、うん、それが目的、うん、例えば払うとか成功報酬ってこと、成功 、うん、しなければ、うん、それプロとしてダメでしょって思っちゃうんだけど、弁護士もそうじゃないですか、弁護代もらうじゃないですか、あ弁護士はね、うんうん、負けても
まあもらうか。もらうでしょ。うん、でもまあ成功報酬別であるから、ね。成功報酬別でありますけども、うんうん、でもまあまあね。それはまあそっか、戦ったっていうことの。うん、成功したらまたもらうんちゃうしたら、霊能者も。いや、それならいいよ。よっしゃ、払えたって言って、金出せ。うん、ちゃんとできたらね。うんねうん、まあ、できたかどうかの判断がまあ難しいのもあるけどな。うんね、ちょっとね、うん、納得いかないんだよね。ゴーストスイーパー三上はね、お金入れてますからね。うん、だから、高額報酬なのは別にいいと思う。うん、だよね、うん。額が高いのまあね、うん。ほんまに払えそうな気するわ、ブラックジャックみたいに。うん、だけど、うん、その、できない、買った時に金取るのはちょっと納得いかないなって、ねうん。確かにね。うん。これはもうちょっと声を大にしていたい。悩み拭えてないですからね。そうそう、うん、でもう一回やったりするわけ。するする。同じ人でお金取るでしょ。お金取るでしょ、うん、まだできないんだよ、うん、これ何なの詐欺師じゃねえかこの野郎ってなるでしょ。まあまあね、うん、なるなる。そこなんですよね。家ずっと建ってないのに大工に金ずっと渡してるみたいな、うん、俺のイメージなんですけど、うん、だからあれでしょ、東京とかでもよくありますけど、うん、この工事進んでんの？そうそう、いや、うん、どこから金が出てどこに流れても知らないけど、ねうん、みたいな。どうせ俺らの身銭やろうと思ったりするし。そうそう、うん、まあね、でも分かんない職業だからまああんま言えねえけど、まあね、偉そうなことは。その見えないものに悩んでいる人の見えないものを、うん、あの払って払う仕事だな、お金を儲けるよう考えたなって思う、うん、いやまあ見えないものだらけすぎて、うん、そうそう、あれそれはほんまに霊能者って言ってて偽物のパターンだったんだよね。そうそう、 俺はね、そう、うん、俺もだからそれは本物がちゃんとやってくれてるって信じてるからこそ腹立つんだよ。できてねえやつが見てきてるから今までね、うん、何ほんま数人ですけど、やっぱでも数人やっぱ偽物っていうの分かるから、うん、むちゃくちゃな人もいるから、やっぱりなんかそういうところでなんかね、うん、お金儲けすんのかな、まあ、できるって言ってできないのはダメでしょ、うん、できるか分かんないって言ってやってダメでしたらまだ分かるんだけど、うんうん、まあね、うん、これはねちょっと、うん、みんなね気をつけた方がいいっすよ。あと例は1回で払えないと言ってましたよ。ああまあ、うん、でもそれあれによるんじゃないの、グレードっつうか、まあ、強さはね、うん、なんか何十年もかけて呪いに来てるような例は、うん、ほんの一発で定位って言って外れるわけはないと、ね、そんな満札で頭顔をパン弾いてるわけじゃないんだから、ね、得ないんだから、うん、あっちはね離れる、うん、だからほんまに悪い何十年もかけて呪いに、例えば一つの家を呪いに来てる人たちっていうのは、うん、人というか霊っていうのは、うん、一発じゃやっぱり消せないから、もう何回も何回も通い詰めるって言ってた。だってね、かけてる呪いみたいなもののさ、うん、年月割に合わないもんね。そうそう、一撃一日で一瞬でって、この大きさ完全に体の中入んないなって思ったら、うん、もう体に入る分をそう持って帰って、うえー吐いて、もう一回行くんだ、うえー吐いて1ヶ月後また行って徐々に少なくしていくって言ってた。うわそれきついね。だからもう何ヶ月もかかる時もあるって言ってた。へー、それはもう1回分でその人はもらうって言ってた。その生活していくだけの金がね、うんうん、なるほど、ね、上履くだけじゃやっぱお金どっかも出ないから、うん、うん、ね、まあまあまあちょっとちゃんとやってる人はね、うん、全然僕も何も言うつもりないですけど、まあ、それはそうですよ、うん、それ全部に対して全部の職務、ね、何もしてないのはね、そうちょっとねやっぱ納得いかないのが結構あるから、うん、まあそれはそう、うんうん、まあそういう、はい、何の話してたんだっけ、もう全く忘れちゃったよ。そうっすね、うん、もういっか盛り、うんうん、上がっちゃったし、7月の22日、はい、日曜日ですか、7月22は日曜日、日曜日ですね、日曜日に、まあ、2回目の、告知になりますけれども、うん、わらかいが、はい、久しぶりに開催されるということで、まだ生き残ってたんですよ、このイベント。我々喜んでおります。また南部の兄貴と、我々喜んでます、また南部の兄貴と絡むことができるのかと、我々喜んでますよ、南部の兄貴も喜んでます、うん、あ、またあの可愛い2人と絡むことができるのかと、なるほど、ね、喜んでいましたよと、はいはい、うん、まあ、そういうね仲のいい3人が7月22、うん、あ、森田抜いてたわ、うん、いや、てかパティシエ、あと、うん、招かれざるパティシエが、いやもう何しに行くんのそれじゃパティシエも来てくれるからね、うん、うん、多分ね、でかそうね、うん、前はだから丸さんが来たんでしょ。そうそうそう、だってあの時あれだったんじゃないかな、ちょっと
予定が、あ、結婚式に行ってたんだ彼ね。そう確か、そうそうそう、うん、だから会わなかったんです。でも今後そんな結婚式何度もあるわけじゃないですから、彼もね友達少ないでしょうし、うん、あんなんだから、うん、だからまあまあパティシエは来てくれると思うんですけど、うん、だから4人でまた、うん、やるかなと。元ワンと元ワンダーズね。元ワン、ああそう、うちの奥さんが呼んでるんですよ元ワンって。元はね、うん、まあ、1回呼んだっきりその話ないんでそれ1回だけですけど、うん、あんま呼ぶ機会もないしね。そうそうそう、うん、でその元ワンと僕ら年もでちょっとやるんで、現年で、現年でね、うん、棒抜いてまあまあ年もでやるんで、ぜひぜひちょっとお越しいただければと。それがまあ7月の22日、うん、6時半か7時ぐらいでしたよね、うん、確かね、ゴールデン街劇場でございます。そう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 、ゴールデン街劇場ですよ、新宿。ああそうですそうです。だから僕らの前にもあのね面白い企画やってるんですよ、結構心霊系というかオカルト系の、うんうん、だからそれもまあ見ていただいてもいいですし、そのまま続けてみていただいてもいいし、結構楽しいと思うね。心霊系のやつって何、オカルトーカーズ。いや、ね、心霊系というよりはなんかね、あのアトラスあるじゃないですか、うん、山口先生があの、うん、ね、開いたネットのやつ、うん、そうそうサイト、オカルト掲示板、うん、オカルト掲示板じゃないか、オカルトニュースサイトだ、うん、オカルトニュースサイトのアトラスなんですけど、そのアトラスに、うん、あの寄稿している、う、要は記事を書いているライターさん、そうライターさんたちが、うん、俺はこんなことで悩んでんだみたいな、うん、このオカルトニュースサイトの裏側を全部俺がここでもう暴露するんだみたいな熱量でやるらしいですよ、うんうん、ストだと、うん、ちょっと全然想像つかないね、どんな人がいるのかもちょっとあるだし、まあ、あの穂積さんはもちろんのこと、その他にもまあ面白い方々がまあ、あのライターとしていろいろライティングしてるらしいんですけど、うん、その方々がまあ集まってやるんですって。なんかじゃあ言われたら、いわゆる裏方の人がじゃあ今回は出てきてやるってことか。そう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 、アトラスの逆襲とか、そんな確かタイトルじゃなかったかな。へえ、うん、それが僕らの前の時間にやってる、確か1個前だと思いますよ。その後僕らなんで、まあなかなか面白い、そのね、じゃあ続けてみるのも見られるんじゃないかなと思います、うん、いいんじゃないかと思います。うん、うん、じゃあ、それが7月22日、どうすればいいかと言いますと、都市ボーイズのメールの方にね、送っていただいて、わらかい予約みたいな感じでお願いします。はい、お名前と、人数はいだけ書いていただければご予約完了となりますので、ね、はい、あれはいいの、もう終わってんの、終わってる、あ、じゃあでしょ、うん、ロフト終わってる、じゃあいっか、はい、ということで私たち都市ボーイズツイッターございまして、ツイッターの方に、都市ボーイズと検索していただくと出てきます。そちらに最新情報出るようになっておりますので、よろしくお願いいたします。ブログございまして、こちらも過去のアーカイブ全部聞けるようになっております。都市ボーイズ、都市ミナティなどで、出てくるブログサイト、ブログのところがございますので、それが、都市ミナのブログになりますので、よろしくお願いします。あとメールアドレスがございます。都市ボーイズ02@gmail.com、 toshiboys02@gmail.com、こちらの方ですね、ご意見ご要望お便り、先ほどのね、チケットご予約などにも、使っておりますので、よろしくお願いします。はい、なんかあった、あともう一個ですね、別番組でシマラヤ FM というのが、はい、媒体がございまして、はい、そちらの方でもラジオみたいなのやっております、はい、そちらが都市ボーイズ日記というのなので、はい、まあ、多分検索で都市ボーイズ日記と入れていただければすぐ出ると思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい、以上でよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ、ありがとうございました。ありがとうございました。